父と子と聖霊の皆によってアーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。皆さん、私たちの罪を思い、感謝の祭儀を祝う前に心を改めましょう。打ち砕かれた心癒すために使わされた主よ、憐れみたまえ。罪人を招くために来られたキリスト、憐れみたまえ。父の右の座にあって私たちのために取りなしてくださる主よ、憐れみたまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。全能永遠の神よ、あなたを愛する心をお与えください。かつの信仰に生きる私たちが、人々の中で絶えずその証を立てることができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に悠々に生き、支配しておられる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、使徒パウロのテサロニケの教会への手紙。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。神の言葉。Amen.
を囚われ人に解放を告げるため、神は私を使わされた。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に。ルカによる福音。主に栄光。その時、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。会堂にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した、と話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ、自分自身を治せ、ということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教義のここでもしてくれ、というに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また、預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も清くされなかった。これを聞いた街道内の人々は、皆憤慨し、総立ちになって、イエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかし、イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。キリストに賛美。今日は8月30日月曜日の第一朗読使徒パウロのテサロニケ教会の手紙で、その時はパウロ信じていることは、この亡くなった人々はイエス様が信じているなら、再会このイエス様が再臨の時、この亡くなった人々は復活されるという信じることです。でも自分は信じて、もうしばらくイエス様が来られるということは今日の第一朗読です。だから生きている人々は心配しないで、この自分自身はイエス様信じるなら、その後は天国も一緒にその登るということも今日の内容です。もちろんそのことはなかったけれども、イエス様のいつこの世に2回目来られるのは、私たちは2000年前今も知らない。実はイエス様もその世の終わりのことはいつ来るのか知らない。だからいつも目を覚ましなさい、覚悟しなさいというイエス様のメッセージです。また今日のイエス様のルカ福音書からの16、ルカ4章16節30節までは、イエス様ナサレの
ふるさとに帰った時はその聖書を引用されて、このイエス様のミッションをまさに今日の言葉を引用された、主の霊が私の上におられる貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである、続いているということは、まさにイエス様の出来事はこの言葉から実行することです。でも旧約聖書のことは、このナサレのふるさとの人々はよくイエス様のことを分かっているけれども、どうしてこのイエス様が皮肉な言葉は、またイエス様のできる言葉をできたのは、ある人は褒めた、ある人は憤慨し、イエス様を殺そうと追い出された。でもその時がイエス様が逃げ去ってまだ生きています。だから私たちはこのイエス様を受け入れるということは、イエス様のふるさとの人々はよくイエス様のことをしているけれども受け入れられない、それは多分普通かもしれない。でも2000年後、私たちはこの世に生きているうちに、その福音宣教を日本まで来たけれども、イエス様のことをよくしているけれども、どれだけ私たちは一人一人イエス様を心の中に受け入れるのは、また日常生活でイエス様が意義があるのは、それ一人一人考えるべきことです。だから私たちは今日今のミサは、その一個は信者になることは、いろんな道、いろんなきっかけがあって、全ては神様の恵み、神様の技、ただ守る、この信仰を守るということは、今の人ではいつも難しくなって、ただの神様の恵みを毎日頼みながら今日のミサを一緒に捧げたいと思います。アメン。神よ、あなたは万物の作り主、ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、神よ、あなたは万物の作り主、ここに備える潤しはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主、聖なる父よ、教会の捧げ物を受け入れてください。この供え物が信じる者を養う命の糧となりますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、心込めて神を仰ぎ。聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたはキリストのうちに全てを一つに集めることをお望みになり、その満ち溢れる命に私たちを預からせてくださいました。キリストは神の子でありながら自分を虚しくし、十字架の地によって全てに平和をもたらして、あらゆるものの上に挙げられ、従う全てのものに永遠の救いをお与えになります。神の意向をあがめ、池の敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の糸高きところにホサンナ。
褒むべきかな主の名により来たる者、天の糸高きところにふさんな。まことに尊くすべての聖世の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んでジュナに向かう前にパンを取り感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに同じように杯を取り感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い価値を称えよ。主が来られる間に私たちは今主イエスの死と復活の記念を行い、ここにあなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教トマサクイナスマイナマンギオとパウロサカイトシヒロ、すべての清い騎士をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟とすべての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリア、主ヨセフと使徒、すべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに、聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残す。私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を顧みに、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたも主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊の食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧。あなたを置いて誰のところに行きますよ。
祈りますよ。すべてを収められる父よ、主の食卓に預かった私たちを聖霊によって導いてください。酒口だけではなく、行いと真実をもって神の国の証となることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人この御座に共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の日はのうちに。神に感謝。